ここはピリカダム魚道魚の道というところです。いつもスノーボードやってるピリカスキー場があそこに見えてます。もう溶けてるほぼ。今日はちょっとこの辺を探索しようと思ってドライブしに来たので寄ってみました。ピリカダム、ここは結構有名なスポットで遠足とかでよく子供の頃は来てました。はい、いろんな勉強ができて、今あっちに見えてるのが魚道ですね。あそこの窓から魚を見ることができます。はい、じゃあちょっといろいろ見てみましょうか。はい、サクラマス、サクラマス、サケ科。サクラマスはヤママと同じ種で、成長して海に下るものをサクラマス、川に残るものをヤマメと呼びます。産卵期が近づくと体が黒ずむ、ほう、桜色のまだら模様が現れます。はいはい、川に残るものをヤマメ、釣ったことあるね。お、サクラマス不思議物語、サクラマスの成長書いてあるね。へえ、稚魚から山辺になって2年目には、何これ、スモルト。へえ、2年目にはスモルトになる。そして3年で、あ、そうなんだ、3年でいつも見るサクラマスになるんだね。3年目なんだ。で、それを越すとこのように色が変わる。オス。普通に秋アジと同じようなもんじゃない。はい、こんな感じです。私たちがいつも狙っているサクラマスはここの段階、3年目の一部、4年目もいるんだ。3年目だって。小魚などを餌に成長します。この段階で釣ってるわけですね。はい、まあ、川で釣れるのはここだね。釣ったことある。あの釣り堀とかでもよくいるよね。釣ったことあるよ。はい、いろいろ書いてありますね。川に残る山辺と川を降りるサクラマス、はい、ずらーっと書いてあります。それでこれを見た後、魚道を見たら結構面白いですよ。これは下から、上魚道になってて下から見れます。魚いた、ヤスさん。お、いるいる。ちょっと近くで見れないか。はい、あ、行かないで、行っちゃった。見づらい。稚魚が泳いでるな、これは。で、これは何、山辺、稚魚だね。あ、ここに種類が。あ、さっきのヤマメ。成長しても海には帰らず、川の中で生活します。ヤマメ。こっち、アユ。アユも釣ったことある。川で生まれて海に降り。はぁ。また川に戻ってくんだ。うぐい。これも釣ったことあります。あんま美味しくないって言われてるけど。どうなんだろう。食べたことはないな。上から覗いてみようかな。はい、もちろんですが、ここは釣り禁止です。ここで釣りをしてはいけません。おー。さっきの、見てたところ、上からこんな感じになってます。階段みたい。
すぐそこにピリカダムありますね。はい、こんな感じでした。皆さんこちらの方にドライブに来た時はぜひ寄ってみてください。近く の, あのゲレンスキー場があるところのホテルクックアプラザビリカでもご飯が食べたりするので休憩したりできます。温泉もある、キャンプ場もあるし、はい、そんな感じです。では皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらいいね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。